つの文字があなたの前では言えなくなる。一人では何度もつぶやいてみるのに、月夜の三つの文字が頭の中で駆け巡る。月夜、キヨス、キスよ、いろんな言葉が駆け巡る。三つの文字が並び変わると、いくつの言葉ができるの。一番初めに来るのは月夜の三通り、一番目が決まったら二番目は一つ取った二通り、三番目は残った一通りだから、三つに分かれた枝がそれぞれ二つに分かれ、最後は一つだから、すべての枝の数は 3×2×1 で6通り。321の階段みたいにかけるから、それで会場というのね。もしもあなたが好きの6つの文字なら、654321、6の会場、3の会場はたった6通りだけど、6の会場は720通り。たった6つの文字でもびっくりするほど大きくなるので、会場の記号はびっくりマークなのね。なんだか明日は好きよって言えそう、なんだか明日はあなたが好きって言えそう。